どうも、ケイスケです。ちょっとね、イメチェンしました。先週ね、僕誕生日になりまして、29になったということで、ちょっとね、雰囲気も変えてみようかなと思って、メガネね、かけ始めました。まあ、毎回この後ね、メガネかけるわけじゃないんですけども、まあ、今日はちょっとこういう感じでいこうかなと思います。でさ、見て。これ、妻が作ってくれました。これ、やばいっすよね。これやば。なんかね、これ僕がよく使うスタンプを書いてくれたみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかこういうの嬉しいですよね、手作りのやつ。はい、まあ、なんかちょっとね、紹介だけ。はい、で、今日はですね、まあ、ちょっとガジェット、まあ、普段結構カメラのこととか発信してるんですけども、まあ、もともとカメラとか、そもそもカメラだけじゃなくてガジェットを好きなんですよね。で、いろんなもん買って試したりとかね、してて、で、結構この前ちょっと友達に言われたのが、ちょっと高いよと。まあ、やっぱりこうガジェットとか求めていくと、ある程度やっぱ金額の高いものの方がよく見えちゃうんで、ついつい買っちゃうんですけども、まあ、やっぱり値段がね、ある程度抑えられてるやつの方が買いやすいよねと、まあ、いうことで、今回は結構ね、厳選して1万円以下で買ってよかったものをご紹介していきます。まあ、厳選してと思ったんですけども、11個もう本当におすすめのものをご紹介していきたいと思いますんで、なんか本当普段紹介しないものとか、そういうものもね、含まれてると思いますんで、ぜひね、参考にしてみていただいて、あ、これなら買える、これなら自分の生活にぴったり合ってるぞっていうものがあれば、ぜひね、購入してみてください。そう、11個もあるからサクサクっといかないと、ね、終わんなくなっちゃうんで、早速いってみましょう。はい、ということでご紹介していくんですが、ここからご紹介するものに関しては、順番はね、別に関係ないです。なんかこっちの方が好きだから先に紹介してるとかではなくて、まあ、本当に純不動でご紹介していきます。で、まずこれにしよう。よいしょ。でれん、こちらモバイルバッテリーですね。まあ、定番のモバイルバッテリーから。はい、ということで、まず一つ目がこちらのモバイルバッテリーですね。ラブパワーっていうメーカーのモバイルバッテリーです。で、これね、何がいいか、このサイズ感、これほら、ちっちゃいですよね。ちっちゃいですよね。このサイズ感で1万ミリアンペアいくんですよ。なんで、iPhone とかだったら多分3回ぐらい充電できるんじゃないかな。2、3回充電できる感じかと思います。で、ここね、こう上見ていただくと、こちらね、USB-C と、まあ普通の USB-A と。2種類あるんですよね。なんでこっち使うとかなり急速充電対応してます。で、まあ、こういうね、アンカーの、ケーブル、こっちのアンカーのケーブルだと、こっちね、ライトニング端子で、こっち側USB-C 端子になってるんで、ここで繋いであげれば、まあ、スマートフォンもかなり早く充電できると。で、まあ、充電する時もこのね、 USB-C からこのね、モバイルバッテリー自体を充電ができます。で、数あるモバイルバッテリーの中でなんでこれなのというところなんですけども、確かね、この USB-C のところが 29W だったかなとかの出力あるんですよね。なので、これで僕のね、持ってる M1 MacBook Air も充電できちゃうんですよ。なんで僕にとってはこのモバイルバッテリーさえあれば、スマートフォンも充電できるし、プラスでパソコンも充電できるってことで、これ1台で何でもできるって感じでこれ1個持っています。まあ、もちろんスマートフォンだけ充電するっていう方は別のものでもいいんですけども、まあ、パソコン、特に M1 MacBook Air とか充電される方はこれね、めちゃくちゃおすすめなので買ってみてください。ということで、おすすめガジェット1つ目がこちらのモバイルバッテリーで、ちょっとね、2つ目、僕の持ってるやつじゃないんですけども、これ乗っけときます。はい、これね、僕ちょっと今はね、持ってないんですけども、これね、おすすめすぎてちょっと紹介しちゃうっていう、アンカーのパワーコアフュージョン5000というやつで、シンプルにこうコンセント、はい、後で紹介するこちらですね、こういう感じにコンセントついてて、普通にね、 USB 充電器としても使えるんですけども、プラスでこのね、コンセントをプスッと挿すと、ここ自体に、まあ、電源が蓄積されてモバイルバッテリーとしても使えると。まあ、5000mAh なんで、スマートフォンだと1.5回いくかなぐらいだと思うんですけども、まあ、そのぐらい充電できるということで、まあ、何かあった時にこうポケットに忍ばすとくとか、カバンの中に1個忍ばすとくと、このね、パワーコアフュージョンっていうアイテムめちゃくちゃいいと思いますんで、ぜひね、そちらも買ってみてください。ということで、2つ目、ちょっとね、早速ね、僕の今持ってないものをご紹介しちゃったんですけども、パワーコアフュージョン5000というアイテムおすすめです。で、ここからちゃんとね、持ってるものをご紹介していきます。で、3つ目、これなんですよ。3つ目がこちら CIO っていうメーカーのリルノブっていう、こちら USB 充電器ですね。で、今 USB 充電器ってアンカーのが本当こんなちっちゃいの出てるんですよ。こんなちっちゃいのが出てるんですけども、なんで新しいそっちのね、アンカーのじゃなくてこのね、リルノブにしてるのかっていうところで言うと、僕ね、まず1個これポートの多さ、
この USB-C2 つついて USB-A1 個ついてるんですよ。なんで旅行とかにねこの1個ちっちゃいの持って行っておけば、まあ普通にここでね iPhone も充電できる、パソコンも充電できる、でもう1個なんか充電できるという感じでつなぐことができます。まあ大体パソコンとスマートフォンだけですね。まあこれ1個でもうケーブルさえあればもういろんなデバイス充電、同時に充電できるというのがめちゃくちゃ魅力で、これ使っています。であとですね、出力もでかいんですよ。あのアンカーのちっちゃいやつって 45W のね、多分 こんぐらいだと思うんだけど、 45W のやつあると思うんだけど、これはね 65W までマックス出るんですね。なんで充電が早かったりとか、まあ、MacBook Pro だったりとかも充電できるタイプになっておりますんで、なんか1個ねこういうコンセントに挿すタイプの充電器必要だなっていう方はぜひね、こちらチェックしてみてください。ということで、おすすめガジェット3つ目がこちらの CIO のリルノブというアイテムでした。はいはい、だいぶねサクサクっといってるんじゃないでしょうか。ということで4つ目がですね、僕ちょっとこの裏に繋いでてるんですけど、汚ねここケーブルがこれですね、これ。はい、ちょっとリモコンだけ持ってきますけども、こちら、Kindle 違う Fire TV Stick 4K、最近ね購入して、こっちのね動画でも紹介しましたけども、これねめちゃめちゃ買ってよかったです。この確か、Fire TV 4K がですね、確か6980円だったかな。プラスでこのリモコン買ってるんで、まあぴったり1万円ぐらいという形で収まっています。でまあこれね持ってない方はぜひね買ってみてほしいんですけども、でまあこれ何かというと、まあ、このリモコン以外にさっき見てたね本体があるんですけども、それをテレビの方にプスッと挿します。挿すとまあ、あのスイッチみたいなね HDMI のこう入力端子みたいなのが出てきて、そこのね入力切り替えしてあげれば、そこでここに書いてあるこう Amazon プライムビデオ、 Netflix とか DAZN とか Amazon ミュージックとか、そういうのがテレビとかで聞けちゃうと、まあ、テレビディスプレイで聞けちゃうという感じのアイテムになってます。まあもちろんねネットにつなぐ必要はあるんで、ネット環境が必要ではあるんですけども、でもそれでもこの辺だったり、あとはもちろんここに入ってない Hulu とかアベマ TV、TVer とか、そういうねサービスももちろん見れるようになってるんで、これね1個あればおうち時間間違いなく快適になるんですよ。でも本当に僕これ使い始めてかなり生活変わったというか、あの夜ね妻と一緒に映画を見る時間がめちゃくちゃ楽しくなったんで、これはねあのおすすめしたいです。多分夫婦で生活する上でもめちゃくちゃいいと思うし、一人暮らしの時に暇つぶしだったりとか、あとは見逃し配信をこれで見たりとかするのもめちゃくちゃいいと思いますんで、ぜひねこちらのアイテム買ってみてください。で今回僕 4K の方買ったんですけども、この前まで使ったのはあの Amazon Fire TV Stick の普通の Fire TV Stick の方で、そっちだとフル HD まで出るんですよね。フル HD まで出れば、まあ、あの 4K のテレビじゃなくても普通にねフル HD 見れますんで、まあ、そっちでも十分かなと思いますので、ぜひ検討してみてください。ということで、おすすめガジェット3つ目がこちらの Amazon Fire TV Stick です。はい、続いてよいしょ、続いて次いくつ目だ、5つ目かな、5つ目がですね、コーヒー関連のアイテムをちょっとご紹介させてください。はい、ジュニト、こちらです。これですね、オーシャンリッチ G1 というコーヒーの豆を挽くミルっていうアイテムですね。もうなんかね、やっぱコーヒー飲んでると豆を挽きたくなるんですけども、こうやってね自分で手挽きで挽くの結構ね時間がかかるんですよ。これねこれね電動のミルなんですけども、もう押すだけで挽けちゃうという感じのミルで、これ1個買っておくとかなりねコーヒー時間快適になります。まあ今本当に家にいる時間も多いし、カフェに行く時間も少ないと思いますんで、ぜひね僕はおうちコーヒーの時間ねこうアップグレードさせてほしいんですよ。でこれね電動なのに7000円ぐらいかなで買えちゃうアイテムなんで、ぜひね買ってみてほしいなと思います。ちょっとね試しにコーヒー作ってみましょう。ほいで、まずここ開くんですよね。ここ開いてここに豆を入れます。あ、はい、今日はレオさんのコーヒー、本当は測った方がいいですけど、ちょっと今時間ないんで、これだけで。でここまで来たらここにカポッとはめますと、こういう感じで、でカチャと、はい、で、ここにね丸ポチみたいな、大きさの違う丸ポチみたいなのがあるんですけど、ここ回すと豆の引く粗さを変えれます。で僕真ん中にしてますね。真ん中にしてここも押すだけで、まあこれしばらく待つだけなんですけども、このねコーヒーミル自体が薄式っていうものになってて、なんか豆をね均等に引けるんですって。なんで安いねコーヒーミルよりも豆が均等に引けて美味しくコーヒーが出来上がるみたいです。はい、 OK かな。で引き終わると自動で止まります。
はい、こんな感じで引き終わると自動で止まるんで、もうこのままあとはねカポって外してあげて、あの引いた豆を入れるだけ。まあ、なかなかねこう家でコーヒー飲むって時にインスタントコーヒーしか今まで飲んでなかったんですよという人多いと思うんですけども、まあ、本当にね今家にいる時間って多いじゃないですか。まあ、せっかく家にいて、まあ、ちょっとねこう家にいる時間をまあ豊かにするじゃないけど、やっぱ飲み物ぐらいはねちょっとこだわってあげればいいんじゃないかなと、まあ、思うし、やっぱコーヒーでよく飲むものなので、コーヒー飲まれる方はこういうね豆から買ってあげてミルで引いて、ちょっと手間なんだけども、まあ、一息つくと、それでねだいぶリラックスにもなるんで、ぜひあの手引きのコーヒーの道に入門してほしいなと思います。はい、でちょっとついていきます。で僕だいたい90度ぐらいで沸かしてるので、お湯90度ぐらいで沸かしたやつをまず蒸らしてあげると。はい、で蒸れた後に、まあ、少しずつ、お湯を足してあげてコーヒー抽出するっていう感じです。あ、ちなみにねこのケトルも紹介してもよかったですね。これねビタントニオのアクティって、でもこれ1万5000円ぐらいするか。でもあの温度調節できるんでおすすめです。視聴者さんにもっとね優しく入れてってあのコメントがあったので、ちょっと優しく入れてます。いいよ、うん、うまい。はい、まあ僕もね全然コーヒーマスターではないんですけども、自分でね入れるだけで全然味変わるんですよね。なんであのぜひねコーヒーあんま入れたことないって方は試してみてください。ということで5つ目でしたっけ、数忘れちゃった。おすすめガジェット、こちらのオーシャンリッチ G1 という電動のミルでした。ちょっと通じずれたらごめんなさい。ケイスケの動画、はい、次はこちらですね。はい、これ僕結構おすすめの、あのハードディスクドライブ、外付けハードディスクってやつですね。はい、こちらです。で、これとこれ別物なんですよね。こっちがウェスタンデジタルってところのハードディスクドライブ HDD4TB です。で、もうねこれねむき出しみたいな状態なんですけども、これをハードディスクドライブのドックに挿すと使えるというアイテムになってます。まあ、データ整理のためのアイテムですね。結構僕はあの写真とか動画とかよくやるので、データがすごい多くなるんですよ。で、僕は普段はこういうねあの SSD3 個も持ってるんですけども、このね SSD の方が確かに高速でコンパクトなんですよ。まあ、本当にねこのぐらいで持ち運べるのはめちゃくちゃいいんですけども、ただねやっぱね金額が高い。あのこのね 2TB のやつって、この 2TB の、まあ、超高速なやつなんで高いんですけども、このやつで 2TB で5万ぐらいするんですよね。これで対して倍の容量、これ 4TB でだいたい1万、2つ合わせて1万1000円ぐらいかなで買えちゃうんですよね。なんで、まあ、これはね持ち運び用で、あとはね家のデータ整理はこっちでっていうやり方もありなんじゃないかなと思って、僕はねこれを買っています。でハードディスクドライブ結構ねいろいろあって、まあ、このねウェスタンデジタルというメーカー以外にもあるんですけども、結構まあ評判がいいのはこのねウェスタンデジタルのブルーってやつですね。でレッドも評判は良くて、レッドの方がちょっと高いんですけども、レッドの方はなんかレイドっていうのを組む用のハードディスクなんで、まあ、ブルーで十分かなと思ってます。まあ、僕は壊れたことはないです。でこれも本当にこうプスッと、はい、刺しますと。刺して、あとねここに電源と、まあ、USB と刺すポートがあるんで、まあ、USB 刺したらパソコンにつないで、まあ、電源の方もね刺してあげてっていう風にすると、これでねもう 4TB の容量を使えるようになりますんで、まあ、めちゃくちゃ高速というわけじゃないですけども、まあ、十分な速度も出ますんで、ぜひねデータの整理困ってる方は買ってみてください。ということでおすすめガジェット6つ目かな、はい、が、ウェスタンデジタルのこちらのブルーっていう外付けハードディスクでした。まあ、こっちのねドックも概要欄に載っけておきます。で次がですね、次はまたカバンの中、ディリン、これおすすめガジェット7つ目はい、次のおすすめガジェットがこちら、MXL 号っていう、まあ、マウスですね。トラックボールっていうタイプのマウスです。でもこのマウス、まあ、マウスっていうとこうやってね動かすタイプが一番主流だと思うんですけども、これねトラックボールって言って、ここのここねここをくるくるくるっていう風にすると、あのマウスのねポインターが動くっていうタイプのものになってます。で僕も最初ね半信半疑だったんですけども、もう半端なくトラックボールが良くなっちゃいました。手首動かさなくていいっていうのもあるし、これだけでね本当いろんなことができるので、まあ、ちっちゃいスペース、例えばパソコン置いてここぐらいしかテーブルないですよってところでも、このままマウスの位置動かさなくていいから、このね小スペースでも仕事ができるんですよね。まあ、なんならこのね MacBook、 これね MacBook 16インチですけども、ここの部分
こうやって置いて作業することもできます。なんですごい小スペースで便利っていうのもあるし、あとねこのねボタン類、ここにもボタンある、ここにもボタンある、あとねこのホイールもこう左右に倒れる、ここにもボタンあって、ここにもボタンあってっていう感じでボタンがたくさんあるんですよね。でなんでこのボタン一個一個に自分の好きな機能を割り当てられるんですよ。でしかもそれをソフトごとに変更できるんですね。なんで例えば、Photoshop ではここを押すと、まあ、L のボタン作動します、イラストレーターではここ K のボタン作動しますみたいな感じで一個一個変えれるんですよ。なんで僕はね動画編集するときはもうこれ必須、これあるとないとで本当に倍ぐらい時間ね短縮になるんで、これはマジで必須です。で他にもこうねロジクールの MX シリーズってこう動かすタイプとかもあるんですけども、このね MXL5 ってこのホイールが倒れるんですよ。このホイールが倒れるのに慣れてるんで、僕はねこっちで動画の編集カット、こっちで削除みたいな感じにしてるんで、もうこれはねめちゃくちゃ楽すぎて他のねマウスは使えないっていう感じになっています。まあいろいろ作業効率化したい方とかはぜひ買ってほしいなと思ってます。でちなみにね値段が日本円で見ると実はちょっと高いんですよ。一番実は1000円ぐらいなんで若干実は予算オーバーなんですよね。なんですけど海外のこうアマゾンで見ると9900円ぐらいで売ってるんで、まあ、ギリ1万円以下ということで許してください、はい、めちゃくちゃおすすめ、あまりにおすすめすぎてちょっと紹介しちゃいました、はい、ということでおすすめガジェット、こちらのロジクールの MXL 号というトラックボールタイプのマウスでした。これあと4つです。あと4つで、あと4つのうち2つがこのねポーチに、いつものポーチに入ってます。あ、このポーチも紹介してもよかったな。まあ今いいか。紹介したいものが多すぎてちょっといろいろね出てきちゃうね。はい、で1個がこちら、はい、チップっていうアイテムです。まあこれは僕もね仲良くしてもらってる堀口くん平岡くん2人がね立ち上げたドリップっていう会社があって、その会社の製品なんですけども、これね SD カード入れにめちゃくちゃいいんですよ。はい、こんな感じのもう本当にちっちゃいアイテムなんですけども、本来はこう小銭入れみたいなやつなんですね。小銭をここに入れて持ち運ぼうよみたいなやつなんですけども、これ僕ね中に SD カードたっぷり入ってます。まあ、僕は結構仕事でも使うしプライベートでもかなり SD カードを持ち歩くんですよね。でデータすぐパンパンになっちゃうんで、こうやって SD カードを大量に持ち歩いています。まあこういうマイクロ SD とかそういうのもねポンと入れられて、あとこのチップはねこうやってガバッと開くんですよ。ガバッと開くんでマイクロ SD とかもこのねちっちゃいやつも取り出しやすいんですよね。まあ、結構いろいろ小物が入れられるってことで僕はね重宝してます。まあ、1、2枚とかだったらカメラの中に入れたりとか、あと僕のね作ってるカメラオーガナイザーとかでね入れたりもするんですけども、そうじゃなく大量にある時はこうやってねチップに入れてあげるとかなり持ち運びも楽になりますんで、ぜひねみんなねこれね使ってみてほしいなと思います。ということで8つ目かな、はい、8つ目おすすめガジェットが、こちらのチップっていうアイテムでした。これマジで SD カード入れのおすすめ、ケイスケの動画で、もうここで完結するわ、ここで全部あるわ、よいしょ。で次が9個目、てかこの画角いいっすね。なんかこの画角で動画今後撮ろうかな、なんかいい感じよね、いい感じじゃないわかんないけど、はい。で次のおすすめガジェットこちらです。イヤホン、有線のイヤホンみんな持ってますか。はい、こちらねファイナルの E2000 っていうイヤホンです。はい、こちらのイヤホンですね。でもう何の変哲もないイヤホンなんですけども、僕はねこれね動画編集に使ってて、でめちゃくちゃまず音がいいんですよ。これ確か2000円ぐらいだったかなとかで買えるイヤホンなんですけども、まず音がいいっていうのが一つで、あとね僕好きなのここね、まず L 字、これ普通にパソコンとかに使うときにこういうねストレートのタイプだとこの端子のところをくって折り曲がっちゃって結構壊れたりするんですけども、ここはね L 字っていうのが好きなポイントで、あとねこのねハウジングかな、これハウジングっていうのかな、ここの部分めちゃくちゃちっちゃいんですよ。まあファイナルのイヤホンで他にも E500 とか僕持ってるんですけども、そういう型番のもあって、E2000 の方が若干音がいいかなと思ってこれ使ってるんですけど、本当にこのねイヤーのハウジング、ここがちっちゃくて全然耳に入れても疲れないんですよね。それがめちゃくちゃ良くてこれ使ってます。まあ正直こう動画編集するときにめちゃくちゃいい音質っていらないんですよ。なんでかっていうと、こう聞いてくださってる皆さんのイヤホンが全部めちゃくちゃ高価なもんじゃないので、まあやっぱりみんなが手の届く範囲のイヤホンに合わせるのが僕はベストだと思うんですよね。まあその中でも結構ファイナルのイヤホンって素直な音で、かつまあそこそここれはね高音質な方なので、まあ音楽ももちろん聴けるし動画編集とかにもぴったりだし、あと長時間つけても全然こうね疲れない、本当ね
ポコッと入って、あの耳の小さい人大きい人みんなにね対応してるイヤホンだと思いますんで、なんか今までイヤホンつけてうわ疲れるなと思ってた方はぜひねこれね買ってみるとかなり変わると思いますんで、チェックしてみてください。ということで、おすすめガジェット9つ目がこちらの、E2000 ファイナルの E2000 というイヤホンでした。でラスト2つです。ラスト2つサクサクっといきます。こちら、はい、こちらが、画面クリーナー、エレコムの画面クリーナーです。これ確か1000円ぐらいで買えるんですよね。で1000円ぐらいで買えて、本当ね、あのこう分かります、肝、はい、こういう肝がちゃんとねしっかりしてて、これで画面拭くとめちゃくちゃ綺麗になるんですよ。なんかちょっと僕のパソコンを、あんたどうやって消えんの、あんた来た、こんな感じ分かる、うわあんた汚いやん、まあ、こういう感じで画面あるわけなんで、これをねシュシュシュと拭いてあげると、まあ、もちろんね軽く拭くだけじゃ全部めちゃくちゃ綺麗になるわけじゃないんですけども、まあ、それでもね他のクロスよりも全然綺麗になるスピード速いんで、めちゃくちゃこれはねおすすめかなと思います。でやっちゃいけないのがアルコールね、アルコールで MacBook の画面拭くとなんかね MacBook のこう画面の塗装とかが剥がれるらしいんですよ。まあ、僕経験ないんですけども、あのトバログがね経験したって言ってて、なんでアルコールとかは使わず定期的にねこういうので拭いてあげると一番いいのかなと思いますんで、ぜひやってみてください。ということで、おすすめガジェット、まあガジェットじゃないかものかもしれないけど、10個目がこちらのエレコムの画面クリーナーでした。これも常に持ち歩いてます。でラスト1つがこちら、はい、サテチの SD カードリーダーです。はい、こちらの SD カードリーダーです。で僕実はね今メインで使ってるのはこの SD カードリーダーではないんですよ。僕が使ってるのはこちらのプログレードっていうものなんですけども、まあ、僕 α7S3 っていうカメラを使ってて、それ用のねここに分かるか見えるかな、はい、CF Express Type A って書いてあるんですけども、この CF Express A が入る SD カードリーダーっていうのが、まあ、あんまり他になくて今これを使ってるって感じなんですが、まあ、そんなねこの CF Express っていうメモリーカード使う方は多くないと思うんで、まあ、こっちの方が普通におすすめです。あのなんでおすすめかというと、これね UHS-II っていう SD カードの高速のね規格に対応してるんですよ。 SD カードっていろんな規格があって、あのこういう普通の、まあ、これマイクロ SD のあれですけど、普通の SD ってこういう風にね、まあ、1段なんですよ、ここが。なんですけど早いやつってこれ違うのよ。やっぱ早いやつは全部こういう風に2段になってるの、こう分かります？この早いやつはこうやって2段になってるんですよ。でこれを UHS-II っていうんですね。でこのね UHS-II っていう規格のカードの速度をちゃんと出すためには、こういうねしっかりした SD カードリーダーが必要で、まあ、その中でもコスパが良くてかつ使いやすいのがこのね、SD カードリーダー、サテチの SD カードリーダーなのかなと思います。これもちろんさっきから言ってる UHS-II 対応です。でここね、見てもらえるとちゃんと SD カードとマイクロ SD も入るようになってますんで、まあ、例えばドローンとか使われる方はこれ1個あればね十分かなと思いますんで、ぜひこのね SD カードリーダーマジでおすすめなんで買ってみてくれると嬉しいなと思います。ということで1万円以下でおすすめできるガジェット最後の一つがこちらのサテチの SD カードリーダーでした。ケイスケの動画、めちゃめちゃ勢いよく喋っちゃったけど大丈夫でしょうか。はい、ということで1万円以下で買えるおすすめガジェット10個ご紹介していきました。どう、気になるもんありました？いやね、あの本当に1万円以下で買えるもの意外とねたくさんあって、僕もこうね話してて11個紹介したけど、いやこれもめっちゃいいなみたいなのがねちょこちょこ実は見つかってるんですよねあの例えばこのねあのモフトっていうねスタンドとかもね、はい、こういうのもめちゃめちゃおすすめなんですけども、これね今あの後出しで追加するっていう、はい、まあ、僕本当普段はこう結構ねあのレンズとかカメラとか結構高額なもの紹介しちゃうんで、こいつあんま1万円以下のガジェット買ってないんじゃないのと思われるんですけども、いやいやいや、めちゃくちゃ買ってるし、めちゃくちゃチェックしてるんで、ぜひね、皆さんのおすすめの1万円以下のガジェットあればもちろん教えてほしいし、まあそうじゃなくて、今回これね、ビビッときました。これいいですねっていうものがあれば、コメントでそれも教えてくれると嬉しいなと思います。まあ、あとは、これ気になってます。ちょっとレビューしてくださいとか、そういうものもね、あれば、ちょっといろんなガジェットのね、情報も収集していきたいなと思いますんで、ぜひ、あの、コメント等いただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい。Twitter、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。てかさ、今気づいたんだけど、
最近ホワイトニングしてるんですよ。歯白くなったと思いません？オーマイティースっていうところのね、僕ね、矯正やってるところでホワイトニング始まったんで、そのホワイトニングやってるんですけども、めちゃくちゃね、いい感じに白くなってる気がするんで、ちょっとまた経過よかったら動画で紹介したいと思います。バイバイ。